カマウ岬の石碑カマウ岬は、ベトナムカマウ小極秘縁圏ットム医者にある、岬である。カンボジア国境近くのカマウ半島最南端に位置しており、カマウから南西に100キロ離れている、ベトナム最南端の地でもある。ベトナムで東から朝日を、西から夕日を眺めることができるのはここカマウ、岬のみである。岬周辺には、ベトナム戦争時に存在していた。 古い村が存在し、観光客は戦争を知るためにそういった村々を訪問することができる。カマウは17世紀末と18世紀初頭に形成された。金属、ホア族、クメール族の3民族が共存している。この地域では人々にとってカマウは聖地のような場所であった。ベトナム戦争時、カマウ周辺は南ベトナム解放民族戦線と アメリカ合衆国との激しい戦闘が繰り広げられた場所であり、解放戦線の補給路を立つために米軍が大量の枯葉剤を散布した地域である。植生は回復したとはいえ、散布された枯葉剤は何世代にもわたって被害者を生み出している。釜海ウ先は南シナ海と台湾を分ける岬で周囲には湿地が広がるため平均標高が低い。釜マ先は 釜海崎国立公園に指定されており、ベトナムの中で多様なマングローブ熱帯林の生態系がある地域の一つで、特徴的かつ多様な植物が自生している。これは完全な自然の生態系を形成しており、さらに環境の保護や海岸の侵食を抑える役割を果たしている。釜海崎は国道 1A 号線の終点で MC 等は GPS0001 が設置されている。 ありがとうございます。